スターと申します。兄弟でやってまして、雄星とガクと申します。どうもよろしくお願いします。ありがとうございますね。いきなりなんですけどね、私ね、小さい頃からなりたかったものがありましてね、桃太郎、鬼をバシバシとかっこよく倒して街を平和にする。ちょっと桃太郎下からしてくれる？いいよ。じゃあ最初のおじいさんとおばあさんが家にいるシーンな、おじいさんいるからおばあさんやって、なんでおばあさんタバコ吸うてんねん。タバコ吸いません。早く洗濯しに行ってください。洗濯機ないねん。しかもドラム式。早く乾いて。カチカチ。バイクで移動すんの？なんでバイクで移動すんねん。絶対ヘルメットかぶってないやろ。どんなおばあさんやねん。チーバン！衝突事故が起こった。どういうこと？じゃあ歩いて移動して。キャリーケースいらんねん。で歩いて移動しました。で川で洗濯してるとね、どんぶらこどんぶらこと桃が流れてくるんです。うわ、インスタ映えや。インスタ映え。うわ、ナウ。インスタで投稿すんなよ。すっぴんナウ。オークションで出品すんの？桃持って帰って、どんぶらこどんぶらこと桃が流れてくるのです。うす、また帰よ。帰んの？桃流れてくる。バイバイ。バイバイ。桃太郎。桃太郎いんの？バイバイ。桃太郎いないね。持って帰っても、もうどんぶらこどんぶらこと桃が流れてくるのです。小さいな。もっと大きい。あまり変わってないやないか。入って川の中に。うわ、もや。深い深い深い。溺れてる。もっと浅い。ピチピチ。水たまりやん。で、桃持って帰りました。おじいさんの帰りを待ちます。ピンポン。どうしたん？うわ。どうしたん？もう誰かが買ってくる。桃を誰かが買ってくれはったってことは、オークションに出品してたん？桃、うん、誰が買ってくれはったん？おじいちゃん。おじいさん、もうええわい。どうもありがとうございました。